コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います。草コイン新聞購読視聴規約、ここでねこの動画を一旦止めていただきまして、大きな画面にしてですね、ここに記載されている第1条から第7条の文言を一語一句読み飛ばすことなくお読みください。どこか一箇所でも承諾できないという方もいらっしゃいましたが、この動画の続きを見ることはできません。すべての文言に対して承諾できるという方のみ、この動画の続きを見ることができます。それでは、行ってみましょう。LINE に登録してくださいね。そして一言書いて、私までね、送ってください。ステッカーをね販売しております。 LINE でお申し込みください。それでは行きましょう。令和元年8月19日月曜日、暗号資産草コイン中野研究会。今日のね千葉県松戸市は、少し薄曇りですね。で、暑さも峠を越えましてですね、今日はまあ32、3度から、まあ、涼しいって感じですね。2日前は40度いってましたからちょっとやばかったんですけど、まあ、やばい中ね、お墓参り行ってきましたけれどもね、昨日も35度ぐらいで今日32度ぐらいかな。あの日に日にね、もう秋の足音が近づいてきてるって、そんな感じですね。あの喜ばしいことかと思います。今日ね雨降るって言ってたんですけど、まあ、一滴もまだ降ってないですね。明日はね、またちょっと出かけなくちゃいけないんでね、あの、ノアコインの救出作戦を行わなくちゃいけなくて、江戸川区の方にね、行ってきます。東京ね。昨日もね、実は、あの、午後ね、パソコンで仕事してたら、あの、午後の2時ぐらいに急に電話かかってきてですね、実はノアコインね、あの、BTC ネクストに送金できなくて困ってると。そしてレジャーナの S にねノアコイン入れたんだけれども、パスワード忘れてしまってレジャーナの S がね、開けないと。だからあのマイサウレットと連動できなくて困ってるんですつってね。で、あの会社のお休みがもう限られてたので、あの急遽もう昨日2時に電話かかってきて、3時半にね松戸駅でお会いすることにしました。で、いろいろやって結局ね、やっぱ分からなくパスワードがなかったんですけど、リカバリーワードをね、24個のリカバリーワードをね、紙に控えて持ってたんですよね。それでね、リカバリーでリセットかけました。はい、レジャーナナですね、怖いですけどね。イニシャライズって言ってリセットかけて、初期状態に戻しました。24個のパスワード入れてね。そして、レジャーナノのバージョンアップをしてね、インターネットつなげてね、最新バージョンにして、そしてマイサーウォレットにつなげたらね、なんとつながりました。つながりました。すごい不安でしたけどね、うわもうダメかなと思いましたけど、昨日はさすがにね松戸の、ガストでね、もうダメかな、今回こそはもうできないかなと思ったんですけど、なんとかできましたね。それであとはねマイサウレットから BTC ネクストに、ノアコイン送金するときに、多少なりとも、イーサリアムが必要なんですよね。ガスって言って、まあ、手数料ですね。送金手数料が必要で、BTC ネクストの新規口座開設は、まあ、一瞬でできるんですけど、メールアドレス1個あればすぐできちゃうんですけど、ガスがね、なくてね、結局送金は今日になりましたね。なぜかというと、ビットフライヤーからね、イーサリアムを、マイサーウォレットに送金手続きしたんだけど、なかなか送金できなくて、なんでかなと思ってたら、細かい字でね、最低でも1時間かかりますと。外部アドレスへの、イーサリアム、まあ、イーサリアムの送金は最低1時間、まあ、全てチェックしてると。はい、資金洗浄がないようにね、すべてチェックしてますと。最低でも1時間、遅い場合には翌営業日になりますということで、営業日しかチェックしないもんね。だから昨日日曜日だったので、
結局送金されなかったので、ガスがないので送金できなかったですね。なので今日ね、全部ね、もう 100% もうできるんで、誰でもね。なので今日送金するようにね、手順全部お伝えしておきましたので、今日送金できてるかと思います。できてなければまたお会いしてやろうかと思います。まあ、その方もね、同じ松戸市に住んでたので、まあ松戸すぐ来れるんでね、会社帰りにね、いいかなと思います。まあ、このね、 YouTube を聞いてる日本全国の方、または全世界の方でですね、ノアコインの送金がまだやってないと、わからないと、まあ、ギリギリになってやればいいと思ってるんだけどって、実際もうそろそろギリギリだからね、あと10日ぐらいだから、やろうと思ったら動かないと、マイサーウォレットの、ログインの仕方が忘れちゃったとかね、レジャーナノ S、どうやって使ったらいいかも分かんないと、バージョンアップも分かんないと、そういう方いらっしゃいましたら、お問い合わせいただければと思います。まあ動画、私の動画見てね、できればいいなと思いますが、まあ僕もね、マイサーウォレットって使ってなかったんですよね、セキュリティ弱いんでね。だからマイサーウォレットからBTC NEXT への、まあ、ノアコインの送金、動画って作ってないんですよね。だから他の、YouTuber の動画とかブログで確認していただければと思います。また、レジャー 7S っていうのはね、すごく複雑なので、やっぱり途中で挫折する人多いかなと思いますね。ですから一緒にやるか、私の方でやるといいと思います。ただね、お金かかっちゃうんですよね。今は9月いっぱいはです。あ、8月いっぱいはですね、個人コンサルティング、まあ、ノアコイン供出作成の手数料は、2万円プラス消費税ですね。2万1600円ですね。あと、往復交通費ですね。で、遠くて宿泊も伴う場合には、宿泊費もいただくことになっちゃいます。で、全世界行きますね。あとは日本全国ずつ、裏漁村とか農村も行きますから大丈夫ですよ。遠慮なくお問い合わせください。あと、ただ、8月31日までやんなくちゃいけないのと、あと、ちょっとね、鹿児島の方をちょっと出張も行かなくちゃいけないので、あんまり日にちはないですけど、まあ、まだ日にち残ってますから、お問い合わせください。8月31日でね、ノアコインが全て新しくなって、既存のノアコインは消滅するということなので、くれぐれも気をつけてください。で、今日はね、何やろうかっていうとですね、これですね。はい。本日のお題なんですが、FX でどうやって億万長者になるのかっていうものを、まあ、詳細手法を解説したいと思います。まあ、詳細っていうか、まあ、まずは、第一弾としてね、全体像の把握をやるんですけれども、まあ、私、中野研究会っていうのをね、やってまして、まあ、大体今は50、55人ぐらいかな。まあ、一時100人ぐらいいたんですけど、今55人ですね、入ってらっしゃいますね。で、まあ、毎月ね、1万800円かかっちゃってですね、結構高いじゃないかって話もあるんですけど、まあ、みんなで一緒に FX やってるって感じですね。はい。で、研究しながらやってるって感じです。研究会なんでね。ただ、仲良しクラブじゃないんですよね。自分たちの資産を増やす研究に取り組みながら資産を増やしているということなので、まあ、もちろんね、1万800円以上の、効果があると1ヶ月でね、ということを、まあ、やってるんですけどね。それで、去年はね、仮想通貨だけで YouTube やってましたけど、仮想通貨の先行きがちょっと見えない状態になってますよね。なので、まあ、一旦ね、ビットコインが150万円まで上がりましたけど、まあ今110万円ぐらいでね、うろうろしてて、一旦下がる可能性もあるし、上がる可能性もあるっていう中で、他のアルトコイン、まあ草コイン関係が全然上がらないで下がったままなんですよね。だから非常に難しいかなと。で、ビットコインも ETF 承認、ビットコインバンエクバンビットコイン ETF とかの承認間近になると必ずですね、日本の取引所が漏洩するというですね、陰謀論に包まれてますから、まあこれね、完全に 100% 計画的ですよね。さあ、そろそろニューヨーク、アメリカのね、ビットコイン ETF の承認、作業をやろうかという時にですね、
じゃあ今度はビットポイントジャパンだとかね、まあ、コインチェックから始まって、次はね、ビットコインとか漏洩がなければ承認されちゃうやばいやばいってことで、共産圏の人たちが分からないですけれども、必ず漏洩させるというね、陰謀論が着々と行われてますので、次は10月19日かな、バーンエックマンビットコインETF の承認がね、だからその前、まあ、9月終わりぐらいに、ひょっとしたらまた、ビットバンクとかね、D カレットとかから、仮想通貨が流出するんじゃないかというふうなね、噂もあって非常に怖いですね。ですから仮想通貨って先が見えないんですよね。1年後に300万作りたいとか5000万作りたいって考えてる中で、仮想通貨っていうのはあくまでも、運ですからね。運になっちゃってるんで、これちょっとまずいかなと。で、確率統計学でですね、きちんとやっていけば必ず1年後には、5000万1億貯まるというような、金融投資の方がいいよね、やっぱりね、ビジネスとしてはね。そういうものとして FX が一つあるということですね。それで、ここにですね、FX の黄金の法則っていう聖杯、黄金の法則っていうのあるんですよね。で、これは、誰しも知ってる話であってね、別に、そんなのあるのって知らなかったよってわけじゃなくて、まあ、本当知らない人の方が多いかもしれない。うん、FX やってる人の8割方は、知らないで何が何だかよくわかんないでやってると思うんですけど、まあ、FX 半年ぐらいやってる人は知ってるはずです。はい、誰しも知っています。で、期待値計算、バルセロナ破産確率表っていうのがあるんだよね。で、期待値っていうのは、まあ、皆さん中学生の時に勉強した確率、算数、数学のですね、確率統計の中で勉強したと思います。期待値計算っていうのがですね、で期待値って何かっていうことなんですけども、まあ、単なる掛け算なんですね。勝率とですね、損益率の掛け算をしたものが期待値なんですよ。勝率、まあ、勝率っていうのは、例えば1勝1敗だったら 50% ですよね。0.5、50% 勝率。まあ、10回、例えば FX10 回やってね、4回勝ったら勝率 40% ですよね。0.4。で、損益率っていうのはですね、損と、ね、損失と利益の、比率はいくらですかってことなんです。簡単でしょ？だから、例えば、大体いつもね、大体平均すると、損失は、例えば含み損は、10ピプスになったら必ず損切りすると。それで利益は20ピプスになったら必ず利益確定すると。そうなると、損益率っていうのは2ですよね。損失が10に対して利益が20なんで2になりますよね。で、大体ですね、FX っていうのは、利害損傷でやんなくちゃいけないんですよね。それは言われてんだ、分かってんだけれども、大体損傷利害、損傷利害でやんなくちゃいけないんだけども、損を小さく利益を大きく伸ばすと。でも、大体の人は、損傷利大になっちゃってるよね。利大損傷になっちゃう。損大利小になっちゃってるよね。だから、損切りがなかなかできなくて、損失がずっと、含み損ずっと抱えたままね、耐えるんだって言って、その証拠金をたくさん入金して、100ピプスも200ピプスも耐えちゃってる人いますけど、それで利益が出たらすぐに利益確定しちゃいますよね。ああ、危ない危ないって言って、またマイナスになったら大変だからすぐに利益確定しようってなっちゃうんですよ。それが、素人さんですよね。でもそうすると、破産するんですよね。期待値っていうのは、まずはここのところ、損益率っていうのはやっぱり1以上にならないとダメだよね。で、勝率もあるでしょ。で、例えばですね、まあ、図とかね、表を作んないで申し訳ないんですけど、例えばサイコロを取り出します。で、サイコロっていうのはさ、1から6の6つの目がありますよね。そして、例えば1が出る確率っていうのは6分の1ですよね。
じゃあ偶数が出る確率っていうのは、何パーセントですか。まあ、勝率のことですけど、偶数が、まあ、2、4、6が出たら勝ち。で、1、3、5が出たら負け。だ偶数が出たら勝ち。勝率だよね。偶数が出るあの確率は何パーセントですか、勝率は。考えてみてください。サイコロね、偶数が出る確率。はい、終わりです。正解は 50% です。そうだよね。偶数っていうのは2、4、6でしょ、3つでしょ。で、奇数っていうのは1、3、5だから3つでしょ。3対3だから1対1なんですよね。だから勝率は、あの、50対50だから、50% ですね。もちろん奇数が出る確率も 50% ですね。で、損益率、例えば、例えばですね、サイコロをやって、例えば、まあ、サイコロゲームに参加するとしますね。まあ、カジノでね、サイコロゲーム1個のサイコロでやりますよと。それで、まあ、参加料が1000円だとします。参加料1000円ね。で、偶数が出たら勝ち、奇数が出たら負けにしますよ。うん、だから勝率 50% ね。ここの勝率 50% ね、勝率 50% のカジノのサイコロゲーム、サイコロ1個だけね、参加するとします。それで参加料は1000円で、偶数が出たら1500円もらいます。奇数が出たら0円ですとね。そうした場合にですね、あなたは参加しますかしませんかってことなんですよね。はい、サイコロゲーム、サイコロ1個だけで勝率 50% だよね。偶数が出たら勝ち、奇数が出たら負け。参加料は1000円、偶数が出て勝ったら1500円あげますと、負けたら、何もあげませんと。あなたはこのゲームに参加しますかしませんかってことなんですけど、ずっと何回でも参加していいんですよ、ずっとね。で、そうするとどうなるかっていうとですね、これはね、正解は参加しちゃいけません。なぜかというと、損益率がですね、損が1000円ですよね。参加料1000円って言って 損失として1000円取られちゃいますよね。それで利益としては1500円ですよね。だから損益率は 1.5 なんですよ。でも勝率は 0.5 なんですよね。で、 0.5 ってことは2回やってようやく1になるんですよ。で、損益率って3、そうそう、それで損益率がこれは1.5 しかないもんですから、 1.5 だからですね、2回やって2回やった時に、1500円しかならないんですよね。うん？ちょ。だから2回やると、参加料2000円取られますよね。そして、2回やったら1回勝ちますから、あの、確率論的にね。そうすると1500円がもらえますよね。そうすると2000円払ったのに対して1500円しか返ってこないので、500円マイナスですよね。で、これずっと永遠に繰り返すとですね、確率統計のですね、標準偏差が収束していきまして、必ずですね、この期待値通りに収まってくるんですよね。あの、対数の法則で期待値通りに収まってくるんですよ。だから、参加料が1000円で、勝ちが、2回に1回勝って1500円もらえると。だから10回やるとですね、参加料1万円ですよね。で、5回勝ちますよね。で、1500円にかける5なんで7500円ですよね。1万円払って7500円返ってくると。2500円のマイナスなんですよ。だから、1回につきですね、250円のマイナスになるんですよね。これが期待値なんですよ。1回あたりの、損益、損または利益はいくらなのかと言ったのが期待値なんですね。そうすると10回やると、マイナス250円ですから、
2500円ですから1回あたりマイナス250で、期待値はマイナス250なんですよ。だマイナスになるような、あの期待値計算ゲーム、あのマイナスになるようなですねゲームっていうのは最初から花からやっちゃいけないんですよね。絶対胴元が勝つんで儲からない、あの参加者は儲かんないんですよ。で FX につきましてもあのこの期待値ってのはこの損益率と勝率の掛け合わせね。でこれをですね、あの常に考えないと、あの自分はあのマイナスになるのが最初から分かってる FX トレードをやってるってことになっちゃうんだよね。でだからあの何にも考えないで成り行きでね、おーここ取れるとか、あここいけるとかね、ロングだショートだとかやってる人っていうのは絶対 100% 破産しますね。はい、まあ、誰のこと言ってるってわけじゃないですよ。あの FX YouTuber の人はほとんどそうですよね。はい、まあ最初からねそれ分かってあのデモトレードやってる人がほとんどなんじゃないかなと思いますけどね。いやいやそんなことないよって、リアルマネーでやってるよって言いつつも、まあ僕的にはそれデモだって思っちゃってますけどね。はい、そして、バルサルの破産確率表っていうのはですね、期待値に損失許容率をですねまたかけるんですよ。だから期待値プラスアルファなんですよね。バルサラの破産確率表っていうのがありまして、勝率かける損益率かける損失許容率、この3つなんですね。で、例えばさっきね、あの、カジノで、例えばそのサイコロ1個でね、偶数出れば勝ち、奇数が出れば負けっていうゲームがあったとしますよね。で参加料1000円だと。で次はね、1回当たったら2000円もらえると。2000円もらえると、2回参加すると2000円で、1回当たるから2000円もらえるから、トントンだからこれもやんない方がいいよね。だから2000円以上、2100円とか3000円もらえたら、勝ったら3000円と、負けたら0円、参加料は1000円と。でこれだと、まあ、損失1000円、利益が3000円で勝率になってきますよね。だから、期待値としては、2回やって3000円入ってきますから、参加料2000円に対して、利益が3000円になりますから、1.5 ですよね。期待値が、だから10回やると、1万円に対して、1万5000円入ってきますから、期待値は500円ですね。期待値は500円になりますね。期待値500円。プラス500円になるので、これをやった方がいいよね。ずっとやり続けることによって、億万長者にずっとなっていくよね。ただしなんですよ。ただし、世の中には、あの、七転び八起きっていう言葉がある通り、確率、あくまでも確率なんですよ。サイコロゲームっていうのは。だから2回に1回勝つと、偶数と奇数だったらね。サイコロの目でね、偶数が出たら勝つと、奇数が出たら負け。でもね、世の中には不思議なことがあってですね、あの奇数が例えば5回10回って連続で出るときがあるんですよ。その時に、いくら持ってるんですかと、損失許容率って言ってね、例えば自分今財布の中に1万円持ってますよと、そしてこのゲームに参加したと。で1回の参加費が1000円だから、10回まで負けられるよね、連続でね。で11回目はないですよね。だから期待値がプラス500円だとしても、損失許容率、例えばさ、一口1000円だから、じゃあ1回で5口やろうって言ったら2回しかかけられないですよね。2回しかかけられないね。まあロッFX でいうところのロットですよね。かけるロット数なんだけども、あんまりロット数が、あの自分のね、お財布の中身の金額に対して、かける金額のロット数が、比率が多すぎるとですね、いくら勝率がね、2分の1だと、2回に1回勝つから大丈夫だって言ったところで、じゃあ、1万円あるから5000円かけろと、負けても次は勝つからっていうところで、いやいや、2回、3回連続でね、負けることってあるんですよ。だから、この、
で期待値ってのはこれね、損失許容率って考えてないわけでも、バルセロナ破産確率表っていうのはもっとリアルで考えないといけないから、損失許容率っていうのを考えるんですね。そうすることによって、まあ、いきなりね、10回負けることもあるわけですよ、FX。とか、10回連続で勝つときもあれば、途中で20回連続で負けるときもあるわけ。うん。勝率 50% でもね。あるんですよ。ある。でも、その後、20回連続で勝つときもあるんですよ。だから、そういう連続で負けるときにもですね、負けたときにもですね、破産しないように損失許容率っていうのを掛け算しなくちゃいけないわけですね。で、この3つを掛け算して、なおかつ破産確率が 0% のところを狙っていけばですね、皆さん、簡単じゃないけど、まあ確実にですね、FX で資産を増やしていくことができます。で、勝率はですね、一番難しいですね。で、損益率と損失許容率っていうのは、これ固定できるんですよ。で、これ3つ固定できるといいよね。で、サイコロゲームだと、勝率っていうのは絶対固定してんじゃない。偶数が出たら勝ち、奇数が出たら負けだったら、勝率 50%、100%、絶対固定されてるよね。あとは、例えば1の目が出たら勝ちって言ったら、勝率6分の1って固定されてますよね。で、損益率っていうのも、そのルールによって固定されてますよね。で、損失許容率は自分で決めればいい話だから、だからカジノのゲームとかっていうのはこれね、サイコロとかね、チンチロリンとかね、これ固定できるんですよ。だから例えばブラックジャックとか、ポーカーとかね、期待値を1.0 以上にすることができるんですよね。だからプロの、ポーカーゲーマーとかいるわけなんですよ。ただし FX っていうのはこの損益率とですね、損益率と損失許容率をこの2つを固定できるんですよ。で、固定しないといけないんだけどね、勝率は固定できないわけです。サイコロゲームは固定できるんだけど、FX は固定できないから、じゃあどうやって固定するかっていうので出てくるわけですよね。で、損益率はどうやって固定するかっていうと、成り行きでやっちゃうと、固定できないんですよ。成り行きでロングとかショートで入っちゃうと、まあ、後で、IFO 設定しなくちゃいけないんだけど、できたらですね、エントリーする前に予約注文で、IFO の予約注文で入ります。で、利益を20ピプス、損失を10ピプスで、それでエントリーするというようにするとかね。だいたい成り行きで入っちゃうと、ほんで、後でね、損切りも利益確定も設定しないとですね、だいたいずる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 損失拡大していくんですよ、含み損がね。で、なかなか切れないんですよね。含み損は、切らなければ損じゃないとかいうね、格言があるんですけど、それ違うからね。それ違うから。確実にですね、数学の、数学の確率統計学の、標準偏差の、標準偏差でですね、数学的な理論でですね、FX ってやっていかないと、勝てないですから。で、損益率は IFO、予約注文で確定するか、スピード MT4 ですね。これは、成り行きで入っても、損失10ピプス、利益20ピプスっていうのを、成り行きで入っても自動で入れてくれますから。で、固定できます。それで 1.6 から2ぐらいがちょうどいいと思ってます。思われてます。で、損失許容率も、まあ、複利計算シミュレーターで計算し、IFO とかスピード MT4 で固定できますからね。このはい。で、これ 3% 以内がいいと、まあ 1% から 3% 以内ですね。がいいと言われてまして、例えばね、例えば、まあ、今の持ち金が2万円だと。うん、FX にね、入れた証拠金が2万円あると。で、1回の損失が、例えば100,000円を想定すると、10% ですよね。損失許容率。まあ、1回の損失が、今あるね、全体のお金に対して何パーセントかなんですけど、1000円だとね、10% になっちゃうので、まあ、結構破産するんですよ。
だから 3% っていうと 2万円に対して 3% だと600円ですよね。1回の損失が600円。例えば、損益率ですね、損益率で、損が10に対して利益20だとすると、10ピプスで600円だから、1ピプス60円ですよね。だから6000通貨だね。 0.6 万通貨ですね。 0.6 万通貨、 XM で言うと 0.06 ですね。 0.06 ロットでやるのがちょうどいいということになりますね。その2万円だとね、2万円だとですよ、 3% 以内に抑えるということですね。はい。で、一番問題なのは、だから損失許容率と損益率っていうのは固定できるわけですよ。IFO 予約注文か、スピード MT4 を使えば、損益率も固定できるし、損失許容率も固定できます。はい。成り行きで入っても固定できます。だからこれ、勝率なんですよ。固定できないのが。勝率も固定できれば、あなたは確実に億万長者になります。で、勝率なんですけども、もうとにかくね、やらないことだね。ポジポジ、ポジポジ。1日ね、2回も3回もやらないこと。1日1回または2、3日に1回しかやらないことですね。うん、そんなに取れる相場ってないんですから。特に上下上下ってレンジ相場なんか絶対取れないですからね。絶対負けますから。で、1、五等日の中値、9時55分を見合いに、9時、まあできれば6時、7時くらいから見ててですね。だから上行くかなと思ったらエントリーすると。ね、最後にビヨンって行くときもあるし、まあ、五等日の中値なんてもう存在しないよっていう人もいるしね。まあ、ただまだ見てるとあるんですよね。なので、まあ、大体まあ9時40分ぐらいからエントリーしてもいい。ね、とにかく上がるんですよ。ドルを買う需要があるからね、トヨタ自動車とか、五等日に、海外の取引先に対してドルで決済すると。五等日決済っていうのがまだまだあるんでね。でただそれ見越されちゃってて、世界のヘッジファンドがね、調子ぶっこいて、そこでやっぱり一緒に上げてくるんだよね、ドル買うんですよね。そして中値が終わった、まあ、9時55分で確定なんだけど、まあ、買い日本ね、日本の銀行で、ちょっと買いそびれたものがあるから、その9時、10時過ぎても結構上がるんですよね。だ10時半、10時15分から10時半ぐらいまでは上がるんですよ。で、そこからドーンって下がってくるんだよね。世界のヘッジファンド知ってるから、売り寄れてくるんですよ。だから2度儲かるんだよね。五等日の中っていうのはね。上がって下がるだけですから、こう時間も確定してるし、9時55分の前はロング。でその後はショートっての分かってるんでね。だからこれ、これ成り行きで入るのが一番いいんだけど、スピード MT4 でね、損益率と、損失許容率を固定して、成り行きで入ると。その勝率はすごい高いです。カッコ1番ね。で、カッコ2番は指標発表直前、直後に、成り行きまたは IFO で入るということですね。これは、世界の金融の、9割はニューヨークですから、8割ぐらいか。ニューヨークタイムですから、で、世界の金融のほとんどはね、アメリカですよ。で、株式市場だって日本の100倍あるからね、アメリカっていうのは。日本は、日本の日経平均株価がせいぜい2万円ぐらいでしょ。アメリカだって2万5000ドルですからね。で、1ドル100円、108円でしょ。で、108倍ぐらいありますからね。300倍ぐらいあるんですよね、実質的にはね。株式マーケットっていうか企業価値っていうのは日本の企業の300倍ぐらいはあるんですよ、株式マーケットっていうのはね。だからニューヨークのですね、指標発表、アメリカのまあ経済指標発表の直前10分ぐらい前にですね、 IFO 注文上と下入れていくと、そうするとまあどっちかには引っかかってまあ取れるということですね。まあ、あんまり近づくと、まあ、騙しで、ヒゲで刈られたりするんで、まあ、それだったらスピード MT4 で成り行きで入るか、または、ヒゲでね、下がってきた直後ですね。直後に入るっていうのも、まあ、お利口ですよね。直後に入る。スピード MT4 で成り行きで入れば、根元から取れますからね。上がっても下がってもね。
はい、それがいいですね。直前直後。あとは3、テクニカルチャート分析。これは難しいですけど、まあ、ただ日本時間っていうのはゆっくり動いてますから、あとアメリカのね、指標発表の後、30分から1時間ぐらいした後にテクニカルでゆっくりこう下がっていく場合が結構あるんですよね。日本時間もあります。なので、ゆっくり下がっていって50ピプスぐらいね、取ると。あとは、まあ、ピンバー。ピンバーですね、移動平均線でピンバーが出た時に、ショートを入れて100ピープスとか200ピープス取れる場合もあるので、テクニカルチャート分析で、取るっていう場合もあります。これは成り行きですね。あとはトレーディングストップの設定、トレーディングストップっていうのは IFO でもスピード MT4 でも自動で設定、あ、自動じゃなくて設定できます。でトレーディングストップっていうのは、とにかく損切り設定をですね、上げていってくれるんですよね。だから利益が出た、出る、どんなに下がっても利益がもうこれ以上は出るよという状態まで持っていってくれるんでね、自動で損切りポイントを上げていってくれるんですよ。なのでこれは勝率に大きく貢献します。でその代わり損益率は下がるんだけれども、まあ、損失許容率は変わらないですよ。損益率は下がるし、あ、で損失許容率は下がりますね。だからいい方向行く。で損益率は下がるから悪い方向に行くんだけど、勝率がすごい上がるんですよ。で勝率さえ上がれば、損益率が悪くても、損失許容率が悪くても、例えば勝率 100% だったら、いいんですよね。損益率も損失許容率も関係ないんですよ。勝率 100% だったら、何も考えなくていいわけ。誰でも億万長者になれるんですよ。で、とにかく、その勝率が一番ね。勝率が一番なんで、トレーディングストップを、毎回設定することによって、勝率は格段に上がります。もう、倍以上になりますよ。そうすると、その損益率っていうのも、ある程度悪くてもいいし、損失許容率もある程度高くてもいいということになるんですね。で、5、IFO を予約注文を入れると。まあ、IFO の予約注文を使うことによって勝率上がるよね、やっぱりね。あとはスピード MT4 の導入にすることによって、成り行き注文の、まあ、これは、まあ、当たり前ですよね。この IFO とスピード MT4 っていうのは、利確と損切りとトレーリングストップ、この3つを自動で入れてくれますから、これは勝率が上がることに寄与しますよね。はい、と他にもありますけれども、こうなります。なので、それでね、ちょっとウェブの方行ってみたいと思うんですけども、今日はね、ちょっとこの FX トレード奮闘記さんのブログをちょっと見たいと思うんですけども、この方、まあ、バルサラの破産確率表、3つのパラメータありますよと、勝率と損益率と、運用金額に対する最大損失の割合、さっきね、損益比ですね。だから、損失許容率ですね。で、こういうふうに求めるんですよって出てきてですね。で、これ、バルサラの破産確率表を出してもらってるんですけども、運用資金に対する最大損失の割合が 1% の場合ですね。ちょっと待ってね。全体出ないから、もうちょっとちっちゃく。もうちょっとちっちゃくしないと。全体出ないですよね。はい、まあいいや。大きくするか。ちょっと大きすぎるな。はい、それで、とにかく3つなので、3つの、変数があるからね、立体図にしないと、見れないんですよ。で、この横軸が勝率ね、勝率 10%、10%、10回に1回しか勝てない。で、これが 90% で、10回中9回勝つと。で、あと損益率ね。これが、まあ、リスク、例えば、リスク10ピプスに対して、利益20ピプスを毎回取るんだと固定すれば2ですよね、ここね。はい。それで、勝率が例えば 50%、2回に1回は FX 勝ってるんですよ、と。
だから2回に1回は20ピプス取ってると。だから2回に1回取ってて、2回に1回20ピプス取ってて、2回に1回は10ピプスのマイナスだと。それは勝つよね、それね。はい、それなんで破産確率は 0% なんで、あなたは億万長者になりますよということでございます。それでじゃあなんていうのかな、この損失許容率が 2% で、これ 1% の場合ね、例えば1万円持ってて、損失を1回の損失を100円にとどめてると、そうすると100回やったら100回連続で負けちゃった場合には、まあ、破産するよってことなんで、ほとんどまた大丈夫だとすると。で 2% の場合、1回の損失が200円の場合どうなるかと。で同じ2に対して、損益率2に対して、勝率50の場合です。一応0ですね。まあ、億万長者になる。じゃあ 3%、1回の損失で300円を許容すると。まだギリギリ0ですね。で、400円。ね、全体のお金が1万円しかなくて、400円だ、1回の損失400円まで許容するとなると、実は 0.01% の確率で、破産するんですよね。で結構シビアなんですよ。で例えば、損失許容率500円の場合は、これも 0.1 です、 0.01 ですね。でじゃあ 10% の場合ってなると、これがね 0.81 まで上がっちゃうんですよね。はい、0.81 まで上がるので、億万長者にはなれないですね。これ 0.01 でもあると結構厳しいですよ。で、だから、ね、で、全体のお金が今ね、1万円持ってて、1回の FX で負ける金額を1000円に設定した場合、うん、そうすると、まあ、10ピプスのマイナスに対して、20ピプスの利益だと。ってことは、1万通貨ですね。1万通貨だと、1ピプス100円ですから、10ピプス負けると1000円ですよね。だから1万に対して1000円ですから、1万通貨かけるよと。1万に対してね。そうすると、2だと、そうするとこれはまあ勝率9割、8割から8割以上持っていかないと、億万長者になれないってことになるんですよね。でこれなぜかというと、先ほどから言った通り、この勝率が、ね、例えば 50% だとしてもですね、2回に1回は勝つから大丈夫って言ったところで、5回連続で負けるとか10回連続で負けるってことあるんですよ。現実問題あるでしょ。そういう不運なことってあるじゃないですか。で、まあ、1000回1万回やると確かに、勝率 50% なんだけど、最初のうちは不安定だからね、対数の法則でたくさんやればやるほど、標準偏差っていうのは偏差値ってのは出てくるんだけど、固定されるんだけど、試行回数が少ないとですね、偏るんですよね。でその偏った時にヒゲで刈られて全財産を失うということになりますから、最大損失っていうのは少なく抑えた方がいいですよってことなんですね。だからこの3つの、3つの変数のマトリックスで FX のですね、 FX で億万長者になるかどうかっていうのが決まるわけですよ。で一番難しいのは勝率なんですね。で勝率がもう9割ぐらいいってれば、もう別に損益率も損失許容率も関係ないんですよ。損失許容率関係なくて、ね、これ 10% ですけど、損失許容率がね、例えばもう毎回勝ってる、9割以上勝ってるよだったら、何があろうと、ね、0% なんですよね。絶対億万長者になるんですよ。そりゃそうだよね。だでも、そんなことってないからね。勝率が9割なんてありえないから、だいたいまあ 50% ぐらいがいいとかだと思うんですよね。2回に1回勝って、うん、55とかね、よくても55、まあ、50% ぐらい、普通の人は 50%。 その中で億万長者になりたいのであれば、例えばこれ 3% ですね。50でこの勝率は固定できないんだけど、この損益率は固定できますからね。20、うん、そして、
これが、素熱吸用率が 3%。うん。で、これですよね。50ですね。ここですね。ここ。ここで、できます。ただし、トレーリングストップを使うと、損益率が極端に下がるんですよ。例えば、そうだね、1とかに下がっちゃったりするんでね。そうすると、100% 破産になっちゃうので、ただ、100% 破産になっちゃうんだけど、トレーリングストップ使うと、勝率が高まるんだよね。だから 60% になるので、ここになるんだよね。でやっぱり、損益率は下がるけど、勝率が上がるので、やっぱりトレーニングストップ使っても億万長者になるよね。うん。だからそんな感じですね。まあ、とにかく、この3つのですね、この3つのですね、パラメーターをですね、バランスよく、やっていかないといけないわけですね。で、とにかく、この、損益率と損失許容率っていうのは固定できるもんですから、なりくりやったら固定できないから、その、なりくりやるんだったらスピード MT4 を使わないと絶対ダメですね。で、あとは予約注文。基本的には予約注文を入れた方がいいです。IFO ですね。IFO とトレーニングストップですね。を使って、1.6 から2、または 3% 以内で固定すると。で、あと勝率を 50% 以上に持っていくということで、どんな人でもね、億万長者になります。ただし、損失許容率が 3% ということは、非常にね、まあ、50万円ぐらいあれば、1回の損失1万5000円。1万5000円ってことは、10ピプスマイナスだと、まあ、だから、15万通貨からかけられるので、まあ、1日3万円ぐらいの利益は狙えるかなと思いますけれども、まあ、大体ね、1万円、2万円からスタートなので、最初がね、なかなか勝ったとしても、なかなかね、利益上げられないんですよ。ただ、そこの最初は辛いですけども、複利計算でどんどん資金が増えていきますから、まあ、50万、40万円ぐらいになった時からね、非常にこう、1日2万、ぐらいね、稼げるようになってきますから、非常にね、楽になってくるんですよね。平均して1日2万ぐらい稼げるんで、月40万、50万ぐらいいけるかなと思います。はい。なので、あとは、損失許容率、損益率、勝率ですね。で勝率は、勝ちやすい時で勝ちやすい時に勝って、よくわからない、夏枯れ相場とか、月曜日と金曜日はやらないとかね。あとは、中で終わったらやらないとかね。あとは、ヨーロッパ時間はやらないとか、ニューヨーク時間やらない。ニューヨーク時間やるんだったら、指標発表の直前直後しかやらないと。いうようにですね、やるときを限定的に抑えるんですね。そうすることによって、勝率が非常に高くなってきますので、この3つのですね、このパラメーターをよくよくですね、この、これですね、バルサの破産確率表とにらめっこしながらですね、自分はどこのポジションでやっていくのかと、まあ、もちろんこう損益率を3に固定することもできますからね、まあ、その3に固定する、まあ、10ピプスのマイナスに対して30ピプスの利益を取ると、ただ30ピプス走るって時ってなかなか少ないんですよね。だから、まあ、途中でトレーニングストップで引っかかりますから、やっぱりどうしてもこう下がってくるんだよね。1点何本に下がってくるんで、じゃあその時勝率を高めておかないといけないと。で、勝率が高められないんだったら、損失許容率を低くするということですね。で、そこら辺をのさじ加減を常にですね、トレーディングノートを、自分で作って、今日までの勝率ですね。勝率はいくらだったのか。で、実際の損益率はいくらだったのか。まあ、トレーディングストップで引っかかると、損益率固定してても、実際は下がりますからね。トレーディングストップで引っかかりますから、平均損益率はいくらだったのかと。そして、損失許容率は、実際はいくらだったのかと。まあ、滑ったりしますからね。で、それを常に最新数値を把握して、次の一手を模索するということでございます。はい。ということでね、今日は、長くなりましたが、FX の
黄金の法則、正反についてですね、お伝えいたしました。これ以外はまあないですから、FX で勝つためには、これ以外の、数学的アプローチ、確率統計学的アプローチっていうのはないですから、これでね、正道で、皆さん、中野研究会でやっていかれてはいかがでしょうか。それでは、失礼いたします。あ、それでですね、動画見ていただければわかるんですけど、YouTube 動画のね、最新版、今の動画で結構ですけれども、動画解説欄を少しね、変えました。何を変えたかというと、例えばね、一番上のところにはね、ちょっと毎日ライブやったりしてるんですよね。それでですね、何を書いたかというと、まずね、おすすめのノートパソコンを新しいのに買いました。はい、ちょっと新しい、まあ去年のモデルですが、私は今年のモデルですよね、これね。SSD 搭載の Pentium Core i7 が乗った SSD 搭載のやつですね。はい。SSD が、まあ、たくさんのは乗ってないですけど、オフィス付きで、これで FX やるとむっちゃくちゃ早いですよ、これ。ダイナブック。これ SSD 乗ってるんで、SSHD じゃなくて SSD なんで、すべてのハードディスクが SSD ですから、256GB もありますね。で、RAM は、メモリは16。16かな ?8GB か。16ですね、きっとね。ですごく早くて安いですから、これね。消費税込みで123,984円なんで、こちらに買いました。ちょっとね、今までのも早くていいんですけど、これは SSD 乗ってるやつなんでいいですね。はい、あとはいろいろ書いてあるんですけども、パソコンの購入自体からできないという方は、個人コンサルティングを依頼されたときにですね、一緒にご自宅の近くの家電量販店、ヤマダ電機とか家電量販店に一緒に行きますので、そこでパソコンを選びしてその場で買っていただければと思います。ほんでご自宅一緒に戻ってですね、バックアップ Windows のバックアップ の作成とかも一緒にやります。 USB メモリーも買っていただいてね、バックアップ取ります。あとウイルス対策ソフトは一緒ですね。これウイルスゼロ、これすごくいいですから、ベストセラー1位なんで、今1450円ですね、プライム会員はね。はい、これ買って、んで、これも買い方わかんないとか、インストールの仕方わかんないという方がいらっしゃいましたら、個人コンサルティング依頼されていただければ、このノートパソコン買った時についでにこれも買ってインストールします。はい、あとは、これ買わなくても、インターネットで、クレジットカードで買ってダウンロードもできるんで、それもよくやります。はい、リカバリーディスクも作成します、私の方でね。個人コンサルティング依頼された場合ですね。で、ノートパソコン買った場合ですね、一緒にね。で、買ったって箱を開けてない人も多いんですよね。で、私の方でやります。あとは、FX、XM のリアル講座の解説とか、MT4 のダウンロード、あとは スピード MT4 のダウンロードと説明、使い方の説明なんかも全部教えますと。いうこととですね、最近 XM、MT4、XM のですね、講座解説とか結構多くてですね、一人一人丁寧にやってます。その関係でですね、ノアコインは今月で終わりですよね、ノアコインの。教室コンサルティングはね。なので、ノアコインを2万1600円でやってるんですけど、来月からはですね、もうFX の XMMT4 の個人コンサルティングのみになると思うんですよね。ですから、個人コンサルティング、FX の個人コンサルティングにつきましては、結構ですね、ノウハウが詰まってるものですからね、こういうやつをもっと詳細に説明するんですけど、で、ちょっとね、値上げになっちゃいました。日当が324,000円ですね。あと、往復交通費、
宿泊を伴う場合には宿泊費も必要となりますと。で、ガスと松戸駅に来てくれる場合であれば、日当32万4千のみとなりますと。で、10月から消費税 10% になっちゃうので、これ33万円になっちゃうんですけどね。はい、ということ、ちょっと高いかなっていう人いると思うんですけど、もう僕は高いと思ってないんですよ。安いなと思ってて、僕が FX 始める前にね、こういうサービスが1対1でね、レッスンしてくれる人がいたならば、僕は申し込んだと思います。なぜならば、誰にも教わることなく、私も、何年か前に、自分で始めたんですけど、まあ、6年、7年くらい前かな、FX 始めたんですけど、最初は2、3万儲かるんですよ。5万、10万儲かるんですけど、その後調子に乗ってお金結構入れてやってですね、数百万損しました。大泣きしてうつ病になりましたね。はい、数百万損しました。で、最初から知っていれば、そんなことはなかったですよね。なので、32万4千、まあ、10月1日からは33万になっちゃいますけど、むちゃくちゃ安いと思います。で、これで1日話を聞いて、自分では無理だなと思ってやめるのも正解だと思います。で、32万4千の損失で済みますからね。そこで終わりますから、安いと思います。はい、すべての人におすすめはできないと思いますね、FX はね。で、やるならやるで、今言った通りですね、この3つのパラメーターで、ゆっくりゆっくり、最初はね、お金がそんなないし、慣れてもいないから、少しずつ、数百円、数千円しか稼げないですけど、やっぱりね、半年ぐらい経つと、やっぱり1日1万、2万、3万とかっていけますからね。まあ、毎日じゃないですけどね、まあ、ひと月、30万、20万、30万で買っていけるようになりますからね。最初はゆっくり、ね、慣れも必要ですから、ゆっくりですけど、そういう意味では、まあ、1年も経てば、半年も経てば32万4千円なんて回収できるかなと思いますね。あとは、まあ、中野研究会、一月1万800円必要になってきますけれども、まあ、そういうのも、許容、回収できていけるかなと思ってまして、まあ、何を教えてくれるのって、まあ、大した教え方はしないですけれども、こういうね、FX の黄金率、まあ、確率統計学の話とかをしていって、だから、こうやってこうやってって細かくね、IFO とか、MT4 の IFO の設定とかですね、予約チューブの仕方と SPDMT4 のダウンロードと、インストール、それと使い方ですね、をやって、あとこういう勝率ですね、どういう時に、エントリーした方がいいよと、こういう時はエントリーすべきではないよというのをお伝えすることによって、まずは損失を回避すると。一発で50万、100万、500万、1000万っていうね、損失っていうのを、まあ、100% 確実に回避すると同時にですね、場合によっては、まあ、やらない方がいいと。あとは、まあ、どうやって億万長者になっていくのかというものをですね、お伝えしていきますので、まあ、2日間やってほしいって言ったら、まあ、60万ですね。64万8000ですね。で、3日間やってほしいって言ったら、だいたい100万ぐらい必要ですけど、まあ、100万でも僕は安いと思ってます。本当に安いと思ってます。100万円出して、結果的にやっぱりやめようという決断というのは、安い決断だと思います。皆さん、多分お分かりだと思いますけど、株、為替、株、FX、バイナリー、仮想通貨、上昇剤、ICO なんか手をつけて、何百万、何千万って、今損失出してる人結構いると思うんですよね。そういう意味では、まあ、FX 以外にもね、仮想通貨、ICO、上昇剤なども、あとはいろいろね、個人事業、転売とかね、ハンドメイド作品、これから、老後資金というか、まあ、老後資金2000万どうやって用意すればいいのかっていう不安に思っている方も含めて、いろんなお話、私はね、29歳から独立して、もう独立して19年経ってますからね、いろんなことやってきて、すべて分かってるし、いろんな詐欺師がいることも分かってますから、いろんな話ができるかもしれません。ということでね、今日は、FX の黄金率の話をいたしました。このね、確率統計学の範囲の中で、
ゆっくりゆっくり、資産を温めていくしかないと。失うのは早いんですよ。うん、失うのは早くて、FX で資金が増えていくのっていうのは本当に小さい隙間しかないんですよね。小さい隙間しかなくて、こういうところしかないんですよね。で、こういうところでどうやってやっていくかですね。こんなところは走らないからね。損切り10ピプスに対して30ピプスなんか走らないから、なかなか取れないんですよね。だから2以下ですよね、やっぱり。だからやっぱり 1. 点いくつの、ここら辺の範囲で どうやってこの辺の範囲に抑えていくかですよね。なんとかここら辺の範囲でしかないんですよ。うん、1点、ここら辺しかないんですよね。で、勝率もそんな高くできないから、この辺ですよね。この辺で、どうやってここら辺に着地していくかですね、毎回ね。それを考えるんです。こんなとこないし、こういうとこなんかな、ここら辺も、まあ、大体ここら辺入っちゃってる人ばっかりですから、ここら辺ね。で、損切りできない人っていうのは、1以下ですから、損益率がね、もう 0.5 とか、いや、もう 0.0 いくつとかね、50ピプスも100ピプスも損切りできないってありえないから、100% 破産ですからね。はい。だから、勝率が、やっぱり7割でも8割でも損切りできないと、もう 0.1 とかなっちゃうとね、破産ですから、はい、全然ダメだと思います。はい、8割勝率があっても破産しますからね。あと、損益、許容率 10% だとね。だから、ハイレバレッジはもうやめた方がいいですね。ハイレバ投資法ってのはやめた方がいいですね。はい、ということで、今日は FX の黄金の法則、派生派についてご説明させていただきました。どうもありがとうございました。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。